みんなタイミングどこで合わしてるってちゃんと言える人、僕はピッチャーのここから動いてるっていう、できひんやな説明、もうその時点で論外。それを自分はどのピッチャーもここにまず合わすっていうのを持ってほしいね。じゃあオーガなんとなくでええわ、言うてみ。ピッチャーのどん時に合わしてる、話す瞬間にオーガはどの状態、ここテイクバック、話す瞬間やな。オッケーオッケーオッケー。他は流星は、足ついた時にどっちや、テイクバックかトップか。テイクバック言うたらこっちやで、これ、それともこれ、トップトップな。みーちゃんはつくときにテイクバックが終わってな、ほな流星とちょっとちゃうな、流星はこれやな、みーちゃんはこっちで、オーガはもう一つ先のついて離れる瞬間にこう、響きは下げ始めるときな、これな、にテイクバックをし始める。監督が思うのは響きではないね、響きのここに乗せるときに乗せるっていうのはその後の時間が長すぎね、こから着きました、ここっていうこの間っていうのは、ピッチャーがピッチャーの時、ライガーがピッチャーの時、ショウがピッチャーの時、みんな投げ方ちゃうわけや。こっからうーって投げる人もいれば、ブッて投げる人もいるし、ってことはバッターもうーんってやる時もあれば、うーってやる時もあるっていうことになってしまうと、タイミングってなかなかそれぴったり合わすのに難しい。だから監督がおすすめするのは、ピッチャーのここついたと、これがつくときに集中するっていうのは、クイックであってもつくまでに時間がちょっとある。その響きの乗せるときってなったら、クイックのときいつ動くかって、そこに注目しなあかんよ。それが焦りになってしまう、あってなってしまうから、やったら前足つくのをゆったり待っといて、このつく瞬間にテイクバックを完了させる。だから正解言ったのはみっちゃんかな、いやな、前足ついた時にテイクバックを完了させる。だから流星はその時にトップ作るんだけど、トップ作るとそっからつきます、こうきます、投げます、ボールきます、ちょっと時間がある。先にこれでやっとくと、どうしてもちょっと動いていってしまうよ頭が。だから突っ込みやすいのは安い。ただ別にこれで我慢むちゃくちゃできるんやったら、まあ今流星いい状態からそれでいいんやけど、でやったらあかんのは、先にテイクバック完了させてそこにずっと待っとくっていうのは、これもタイミングは合ってない。意味わかるか、こうやってじゃなくて、このリズムで触れるようにテイクバックを完了させる。だから前足ついたっていう作り方、これを先にこっちは待っときますっていうことしたら、ここずっとギューってなった状態から我慢できんくなって、これまた突っ込んでしまうから、このつくまでのこの時間の間で自分がどうやったら前足着地とこれが合わせれるかっていうのを常に意識してタイミングを合わせてほしい。 OK っていうのがタイミングの基本的な合わせ方やねんけど、テイクバックの完了って言われて、この今構えた状態でこれテイクバックの完了かって言ったら、これは違う。これはここに体重を移動させただけであって、しっかりとしたテイクバックっていうので言ったら乗れてない。これはただこの足の体重をこっちに持ってきたっていうだけで、これはバッティングフォームで言ったら何も下の力使ってない、使ってない。だからテイクバックの完了っていうのはどういう意味かって言ったら、いつも言ってるへその話や。これ今へそこういう向きやねんけど、これをこの軸足の膝にカッと向けてあげる、向けて足を引く、こうなってんのをクッて向けて、これそしたらここにシワができて、このお尻と股関節の部分がしんどくなるから、これをピッチャーの前足着地と同時にクッて作ってあげる。ここがカチカチになる状態、お尻とかカチカチになってるのが正解。ここに乗せてこうしてるっていうのはお尻カチカチにならへん、ちょっと柔らかい。これはここに負担かけてるだけで全然下の力使えてないから、だから今言ったへその向きだけこうするで、肩をこうするんじゃなくて、肩はそのままへそだけクッて入れる。この時点で乗ってるから、これな、これを前足着地に合わすっていう、これがタイミングちゃんと合ってるっていう状態、基本的な話。じゃあそれは合ったからって、ピッチャーの球のスピードだって160もあれば100もあれば全然それによってタイミングってずれてくるやろ、球のスピードで。だからそこは自分の中で前足着地を基準にしといて、速い球なんやったらつく、もうちょっと前らへんから引くとか、遅い球なんやったらついて投げるぐらいの時に合わすっていう、そうやってちょっとずつずらす、自分のちゃんとしたここはきっちり合わしますっていうのから、球が速いんやったらなるべく早く動かなあかんし、遅いんやったらちょっと遅くタイミングをずらすっていう、それを意識する、それがタイミングだ。分かった？はい。 OK よし、ほなこれタイミング終わりな。おはようございます。